はい、こんにちは、こんばんは、シャリーです。えー、フットボールマネージャーやっていきたいと思います。えー、ちょ、前回ね、えー、無職の状態から、ま、レスターに、えー、ま、入ったということで、レスターの監督になったということで、ま,まず、ま、レスターがどういう状況かっていうのをちょっと見ましょう。はい。えー、現在、え、14試合を終えて、この左下がね、はい。えー、18位、も、ま、う、広角圏にいるということですね。 でね、ちょっとね、チームのなんか成績、過去の成績なんかね、見てたんだけど、今シーズンどんな感じだったのかって見てたんだけどね、どうやってみんだっけこれでなんか押し見れるかなバン。ちょっとこれね、まだね、操作慣れてないんだよね。どこ、どう、どこに何があんのか、まだよく覚えてない。いろいろありすぎてね、パフォーマンス、まだ試合やってないからな クラブ情報で、今シーズンのね、成績どっかで見れたんだけど。上がったあった、これ。あ、はい、一応今シーズンね、見ている感じ、結構リバプールとかに勝ったりしてるんだよ。リバプールに勝ったチェルシーも勝ったんだけど、俺はチェルシーにも勝ってね。このまま強いチームに意外と勝ってる。けどまあなんか結構似てきつくね。強いチーム、僕ね、ニューキャッスルもそうだし、リバプール、スティーもあるし、 チェルシーも取ったら迷いもって。なんか、かわいそうな感じするけど、プレミアリーグだから、ビッグシックされてるぐらいだからね、6チーム強いと、ま、ほ常に強いチーム当たるみたいな感じになるかな。まあだから、一応ね、リバプルがチェルシーに勝ってるんでね、ま、勝てなくはないと、いうことですね。一応次の試合は、ウルブス。次は、アソミラ、クリスタルパレス。こう3連勝したいね、この、 で、アーセナルで、アーセナルはまあちょっとまあ引き分け、まあちょっといい試合見せられればいいかなっていう感じかな。はい。まあ、最終節シティだ,かだし、まあ、まゃ目標は注意だね。うん、注意いければいいっていう感じです。であと、まあ一応今の、あの、先日とかもいろいろあといじりました。はい。まあ、コンセプトとしては、まあ、こうトランジションのこれ見てもらえればわかるね。 ボールをとにかく持つ。はい。このサッカーはちょっとしたいと思う。これね、右上のこの激しさってところがあるんだけど、この激しさが、この、カウンターとかにするとちょっと上がるんだよ。で、カウンタープレスはあれ上がんないんだ。だからね、いろいろこう変えていくと、激しさが上がったりするんですけど、激しさが上がると選手のね、まあ、疲労度、ちょっと疲労が溜まりやすくなるということで、 ちょっとあまり激しくないサッカーをしたいんでね。とりあえず、ボールを持つサッカー。ボールを持って、うん。試合を進めていくサッカーをしたいと思います。で、まあ、ディフェンスだね。こうもプレスね。こうやっちゃうともう激しさ結構上がっちゃうんで。まあもうあまりね、ある程度引いて守る。あのー、ここの間やってたら浦和とアルヒラルの試合の浦和みたいなちょっとサッカー。浦和のもうちょっとボールを持ちたいサッカーをちょっと、したいかなと思います。はい。 まあちょっとアルヒラルとの裏の試合ちょっと後でまた試合中でも話そうかな。で、まあ一応こんな感じでいっていこうかな。で、知ってる選手が正があんまりいないうーん。まあまあ。一応クラブで、こう能力値でか、これ見ると。まあ、あれ、あれがあるわ。あ、なんだっけ。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。チーム、あと、チームにね、あれができるんだよ。あの、集会じゃなくて、あの、 チームと話せるんだよね。移籍して、あの、入ったばっかだから。どうやんだっけ。えー、っとですね。チームに話しかけるみたいな。あれ、ミーティングができるんだけど、あ、ミーティング、はどうやんだっけ。スカートではないな。ミーティングやんなくていいか。で、これで一応、あのね、選手の解雇、選手はや、スタッフの解雇とか。 誰ができるかっていうのもあるんだけどごめんどくさいんでまあユースとかもこの辺任せますはいえ、ええ、ちゃんとね適材適宜ってところがあるんでやっぱ監督は多分試合にこのこの A チームの試合に集中しますはいあとたね、えー、自己紹介ですミーティングまあ大したことやんなければいいんことやんなきゃ大丈夫だねこれ約束めちゃくちゃあるけど うーんまだわかんないんだよなこの強化したいところとかは。まあ、ちょっと見た感じ、ちょっとトップスターがちょっといないって感じかなまあとうんまあ、特に約束することないんで、中立の状況です、えー。嬉しいです。シーズンの目標を話し合いましょうって。まあ、これはまた注意だね。うん、注意に入ろう。み、うんなが支持できる目標。よかったよかった。 あと、カップ戦は、FA カップで起こってたんだっけ ?FA カップは、終盤政治進出だね。はい。OK。まあ、これでまあ、ミーティングは終了ということですね。じゃあ、もう早速ちょっと試合説明、試合ちょっとやりたいね。あ、あれキャプテン決めろってきた、キャプテン。今のところは、どうなんだ今のところは、バ、エヴァンズ。デフエンダーの人だよね。 アティーレマスカフクギャプテン。別に誰でもいいかな。もうバーディーじゃないんだね。いいや。はい。でも帰る必要ないでしょう。いろいろスタッフミーティングがあるんですけど、もうこうもちゃちゃっとやっちゃいます。もう言われた通り、もうイエスマンです。まだね、チームに来てね、何もね、把握できてないんでね。元からチームにいた人の言うことを聞くのがいいでしょう。はい。<laughs> え、エヴァンズ演じる給与を与えた方がいいんじゃないってい、ちょっとあったらしいんだけど。んー、まあ、いやだいえなくて。そんな、喋合でったんか。え、あと、ライプティー日からフレンドリーカップ。いつ ?12、十二月20。だよ。事態です、これは。 あのね、プレミアリーグ時点で、あ、でもあれか、俺ワールドカップあるから、その間にやるってことかな。あ。フレイザー。まあ、怪我しましたね。も怪我人はね、仕方ないです。まあでもこれはあれか、怪我、あれ危つき、知ませんでしょ。ダイアン・フレイザー。ちょっと怪我しはしかなかったけど、まあ、いいでしょう。今もうすでにね、結構怪我してるんだよね。あの、強い、誰だっけ ティーレマンスとこれマディソンが怪我しちゃってるんで、ちょっとまずいんだよね。ティーレマンスはでもあんま、あれだったな。大丈夫だったんだ。マディソンが結構そこそこな怪我してる。で、これは、行動ドキまあ、これ破ったら、まあ、こう、こうするみたいな。罰金。任せますこれ、罰金だからよくわかんないです。実際 J リーグとかでもあんのかね。そうです。こうあげました。 あ、え、これ、え、勝手にこっちオファー出したんだけど、おいおい。待て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 。勝手にオファー出した。ちょっと待って、俺やっちゃったかな。ウエストハムの、えー、あ、ウエストハム、そうだよな、ウエストハムに応募したんだけどね。まあまあ、それは、お前お、おるのせいよ、ウエストハム。で、あれか、ちょっとね、あの、いろんな選手を、 いろいろね、リクルートの重点とか、結構、魚頑張って作ってたんだよね。で、一応今のところの補強候補リストもこんな感じ。まあ、移籍予算がちょあんますけどね、2000万ユーロもないんで、ある程度安い選手ちょっと、安くて、即戦力の選手をちょっと取ってこようと思ってってます。で、まあ、やっぱあれだね、あの、プレミアリーグとかの選手は高すぎるんでね、メジャーリーグサッカーの選手とか、取ってきてます。 これさ、この、何スカウトした時のこの星の数ってこれ、当てに多分、当てならないよな。わかんないんだけど。<laughs> まあ今でもこのフォーメーションとか見てる感じ。まずこのマディソン、ティーレマ、まあティーレマさんも深するけど、マディソンの毛がちょっとでかいよね。フリーんはまあまあそこそこ痛い。カルト・ペレーラも怪我しちゃってんの まあまあ。星3、星三点5の選手がちょっと怪我されると困るんで、今日こら辺の選手を主力かな。まあやっぱ補強するなら星できれば4が欲しいけど、って感じかね。あとやっぱ、フォワード大事なんで、タカ、まだちょっと、まあまあいけるか。育ってくれればいいんだけど、まあ、進めます。で、あとはこのチームの、 チームリーダー、影響力が高いですし、まあ、このチームリーダーとか、まあ、影響力がある選手、まあ、ここら辺、これに乗ってる選手とちょっとなんか揉めると、まあ、ちょっと良くない影響があるよって感じですね。またチームに自己紹介、さっきしたけどな、さっきと同じことを答えましょう。2回目の自己紹介です。さっきの夢だったのかもしれないね。はい で、えー、まあ、トレーニングは、トレーニング計画とか、俺した方がいいんだろうけど、もっといいスタッフいるだろう。うん、任せます。ははは。トイレーニ任せます。もうね、ちょっと面倒くさい、正直言うと。えっ、ー、と、記者会見も、ま、一応は、断らないです。まあ、適当にございます。えー、全部肯定的です。はい。 まあまあいろいろここはね。FFP ってやつだね、これ。最高100、1億4000万、1億万ユーロ投資ゲラされてるって書いてあるけど、そんな投資できないでしょはい。で、まあもう、早速もうとりあえず試合見たいです。バウティングの状態紹介。 ああ、さっき勝手にね、このオファー出した、このファー、バクンド・トーレスに勝手にオファー出したけど。ま、あでも結構多分ね、悪くはないんだよね。悪くはない選手なんだけど、これ3、3で、800万ユーロ。え、予算どれくらいだったの ?1000、やっぱちょっと、一回ちょっと撤退するわ。あごめんなさい。 ちょっと、さすがに自分でやる。俺が確かね、選手を探してるときに間違って勝手にやれって指示しちゃったなと思うんだけど、でもとりあえずクリアンセルだ、はい。試合見てないのにね、まだ補強してるところとかまださ見つかってないね。ちょ、選手の、今のところの、なんだ。あの結果とかちょっと見れるよね。セレクション情報。あったあったあった。 活躍してんのが、バーンズ、出て、カス、なんでやるのこれ。カスティ、ごめんなさい。カスティジェフやねやな。<laughs> カジェフォンってやらせばナポリに。ごめんなさい。なんか、レアルが興味持ってるんだけど、いい選手なんだろうな。ジャスティン、でもこれ、あんま試合出てない人も入っちゃってるのかな、これ。 一番点取ってるのは、少な、えこれあれだよ、一石先で取ってんじゃん。うーんー、あんま、えー、か全然点取ってなくね。得点力不足か、やっぱり。ダカは、ダカどうな、何してんのダカどこだあ痛いたいた。だから1点しか取ってないんだよ、こいつ。うーんー、じゃ、ダカもしかしたら、やっぱちょっとまだたい。 うん、フォワードかやっぱ、これ欲しいの。バーディーちょっと、フレイザーちょっと今回怪我してるから、ちょっと、バーディーちょっと出したいんだけど。バーディーどこだ年齢順でやれば出てくるか。入ってたし、ベンチに。これで、こうすると、そうユンジュ。ユンジュね、ベンチぐらいだったらま、仕方ない。結構なんか強いね、ディフェンダーが多いんだよね。 星3.5の選手がいる、多いんで。まあ、能力、まあ、できればもう、そういう自分入れて、スリーバックとかも全然ありだと思うんだけど。うーん。まあ、いいや。ちょっとバーディーにするか。ちょっと、だかちょっと。とりあえず途中出場からにし,しましょうかね。そうすることにしよう。うん。はい。で、まあ、まだじゃ試合先だけど。 あ、なんか獲得目標の推奨。高いんだろどうせ。あ、まあでも買えなくはない。オファー出してたのか。能力、この白いところはあれだよね。かほんとこれないかもしんないが、星3の可能性が全然あるんだよな。もうちょっとちゃんとオファーし、あの、スカウトとかけけ、なんだ、探してこいよ。あ、契約万了時にね、 っていうこともあるんだ契約満了にちょっとやりたいなちょっとかおほあれだよね代理人にちょっとトーママルコストーバーはい契約満了の可能性があるのでまあじゃ待った方がいいと分かったよ待ちますじゃあ、うんとりあえずさっさと試合やろうで今日はとりあえずまあ試合ちょっと見て終わりでいいかな 天才。クラブ、ちょっと変えないのか、レスター。で、まぁ、あ、勝手にね、まあクラブのスタッフは、でまあ、入れ替わるようにしました。さっきね。ほんと、やり込むところがあれば、もっと、もっともう、時間が足りないんだよね、このゲーム。イクレートミーティング。ちょっと見てみる。これなんか、英語とか、英語とかよくわかんないんだよね。 これは契約満了しちゃう選手なんで、で、これも対談しちゃうんだ、このペレス。まあまあ、もう,もう今いないしね。仕方ない。能、まあ、力値的には、うん、まあ、いっか。全然いなくなってもいい選手なんで、問題ないっすね。ちょ、まだここね、あのー、なんか、日本語もっとやりたんだけど、ところどころ、日本語対応してないとこあるから、仕方ないね。 まあ、大したことは載ってなかったです。まあ、記者会見。うん、これめんどくせえこれも記者会見もね、一応任せることできるんだけど、今から任すか。うん、ちょっと委託しよう。えー、じゃあ、はもうそろそろウルブスの試合です。まあ、とりあえず、ウルブスもなんか8時って書いてあったね、今。うん、よさそう。 おい、じゃあ行きましょう。でも一応選手の乗り換アドバイスもあるけど、とりあえず、今回はこのアドバイスを無視して、相手選手の対応指示はしてもらおう。タックルを強みにするとちょっと疲労度高くなっちゃうんでやめます。ウルブススティン強いんだよね。これ、アダマアダマも遠くから、あ、ウルブスか。サルビア、クマですかいや、うん、カーベも多分いるかもしれない はい。地面積でいきます。画に多すぎやろ。まあ、いいでしょう。ティーレマンス、出れるかなじゃあ、そういうんじゃちょっとこれ変えるちょっと誰か変えようかな。彼変えるか。サイドバックでもいなくね。カーメでもジャスティンが両サイドバックできるからいいや。ティーレマンス、ちょっと。 うかエンどうしよっかなぁ。あじゃあここにーでマスを入れる予定だったんだあ。トップ下に。どちらかというとボランチっていうイメージだけど、433っていうのもありだな、全然。エンディリアンカーに置いて。この方がいいか。あ、この方が良さそうだね。 キーレマンスは、何、アドバンス、プレイメーカー、みたいな感じでいいかなまあ、この彼、名前わかんねい。彼、なんて言うんだ、俺。デュースブー。からない。ちょっと、ちょっとね、見るか。レスターの選手の。レース。まあ、ちょっと、決定して、えー、申し上げいきましょう。エンディディバーディー、えー、ウィルあ、エンディディとバーディは、フルスは厳しいかもしれないけど、まあまあいいでしょう。 はい、ウルブスの選手の顔ウルブスの選手の顔が知ってるかもしれないっていうねまあこれでまあいろいろ喋れるとチームに今日は勝利を信じてますいきましょう非っと楽しみだね 二連勝できてんのか。大きいよ。で、ちょっと、まあ、一応設定。え、ちょ、設定で、まあ、カメラ、どうしようかな。カメラね、見やすやつがあったんだよね。サイドラインか。で、高さとか、ま、いじれるんだけど、こうやって。もっと全部にした方がいいんだよね。どれぐらいがいいかな。 これぐらいにするか。で、一応フルで見ることもできるんだけど、長すぎるんで、もうコメントにもちょっとありだがんな。拡張ハイライトでいいか、とりあえず。動画撮ってる時はちょっと拡張ハイライトにして、撮ってない時はちょっとキーハイライトにしよう。で、リプレイは、あ、まあ、このよにしとくか。はい。じゃあ、試していきましょう。試合のスピードもちょっと上げられるんだけど、ちょ,ちょっと上げた方がいいか。 はい、ちょっと上げます。<laughs> でも、こんな感じで試合がすると。で、いいところになったら試合映してくれるってやつだね。<laughs> まあ、こんな感じです。オ <laughs> うプレイですね。で、一応ね、シーズとかもできるんだけど、ほんともチーム出て,て、なんか <laughs>、 元気を出せって一応チームで送るいっとくか。まぁ、あ、ちょっとやっぱ見た感なに一応、成績見た感じ多分ね、得点不足なんだよね。このチーム。頑張って。あでも、そうでもないか。まだでも14試合ぐらいしか、14、13試合だっけ ?10 試合ちょっとしかやってないで、やっぱでもチームでもう、 圧倒的ストライカー欲しいよなでもちょっと2000万イロじゃさすがに取れねえか。強い。フォワード手が。ポルトガルリーグのね、ポルトガルリーグの選手が結構ね、穴で安いんだよね。ちょっとポルトガルリーグの、だからベンフィカとかポルトとか、そうこら辺の選手をちょっと取りたいなって思ってます。ちょっとなんか誰か取ってほしい選手とかいたら、ちょっと教えてほしい。 でもこれちょっとやっぱ長い、長いんで、うん、ちょっと、今日ちょっと何試合かしてみたいかな。キーハイライトだけにしよう。これキーハイライトなのこれ決められちゃうのかこれ。あれでなんか、遠くからのシュートしか打たねえな。お、これチャンスになんのかああ。まずいです。カウンター。 なんだっけこれ、ウルブスのファビオ・シルバーって人なんかいたんだよね。いや、違うか。なんでもないです。ごめんなさい。いや、これ、フォワード・バーディーとイヒアナチョしかいないのか。ワントップなら全然いいけど。なんかあれだな。あの、よくわかんない。デューズ・バリー・フォーズって人だ。いや、デューズ・バニー・フォーズ。 ジューズ・バニーホールジューズ・バニーホールってなっけこの人、この人。読めねえよ。これバーンズやん、俺。危ねえ。ちょっと、結構ギリギリですね。まあ一応評価点、最初6.7とかだっけあ、これ直接あるぞ。これ、ジューズバ・バ、バニーホール。お、おー、決めたすげえなイングランド、ルートンタウンから来たのかな私 なんか書いてあるわ、そう。いやー、すげえ。これは、いい振り聞く持ってるね。ィーレますとか、なんか振り聞くうまいイメージあるんだけど、そうでもない。マィソン、マィソン来たらどうしようかなトップャマィソンにてる。中盤は結構強い選手いるね。怪我しなければ。あべ。あぶねー。ちょっと助けられた、今。 はい、前半終了か。まあ、ロッカールーム行って。OK、その調子だ。頑張ってくれ。こうもう。でも、選手交代もうそろそろしないといけないから、した方がいい。まあ、今年は悪そうな選手ちょっと変えていこうかな。お前ってイエローカードもらいすぎだろ。荒れてんな。対応してくれねえか。裏技とあれ以な試合で面白かったね。 なんか突っ込みどころがおしゃやった。あ、これちょっと、ティーレモンス、ちょっと怪我してるん、ね、で、まあね、あの、怪我、怪我ってか、体調崩してる。崩したんで、まあちょっとコンディションも良くないということで、これ誰言おうかな。プラート。プラート入れるか。星さんの選手は、あれなんだよね。プレミリークのレベルにある選手だったから、まあできるだけ星さんの選手もとりあえずよっかな。 ジャスティン入れるか、サイドバック。はい。で、潜在能力も三3 5あるんで、まあ悪くはない選手だよね。まあとりあえず2人でいっか。はい。本当はね、もっと試合見たいって、見たいって場合だったら、もっとこれ、拡張入らずでもいいんだけど。うーん、まあ。 ちょっと2試合やりたいから、今日これにしようかな。これこのままっちゃう。ちょっとここで交代しよう、さすがに。コンディション悪いし、バーンズ変えるこれ悪くなさそうだけどな。バーンズ変えるか。いや、でも勝ちたいから、クリス、いや、でもサイドアッ変えらんねえわ。えー、どうしようかな。エンディバーディー変えるか。じゃあダカ入れるか。ダカ。ポテンシャルあるからね。バーンズも変えらんねえんだけど。 サイドの選手いなくない全然。中盤、ディフェンシュ、な、これ、おボラン中盤の選手多すぎんだけど。<laughs> どんだけいいんだよ。これ、プラスマディソンもいるからな。補強は中盤しなくていいな。ディフェンダーかワントップはま、ゆで3人いるから、問題ないし、やっぱ中盤、後ろの方、ディフェンダー、サイドバックか、サイドバック、ディフェンダーもいるからね。 サイドバックか、あれだ、ウィングの選手ちょっと取ろうかな。さっきちょっとあの、あのなんだっけ、スカウトが、スカウトってか、なんだう、おスタッフの人が紹介してくれた、なんか、交渉してきた選手結構取った方がよかったかもしれない。まあいいや、ちょっとディフェンダー変えればいいよ、<laughs> エヴァンズから、そういうんち。<laughs> ディフェンダー初期あんま変えた方がいいと思うんだけど。まあ <laughs>、とりあえず変えよう。じゃやっぱサイドいないんで、これまずいね。これフォーメーション変える可能性もある、これ。 433で、両、サイド1人ずつ買い欲しいから、怪我に出た時のことを考えると、もっと欲しいけど、まあ、もうちょっと欲しいな、やっぱり。はい、で、まあ、見事なね、えー、なんで、バリューフォース、バリューフォールのね、まあ、フリーキックで何度かあったけど、まあでも、ールキう期待値期はゴ分ゴ分だったね。はい。まあ、評価点は、いいから通りです。特に古るところは、 キーパー頑張ったね。この、なんて言うんだ、俺。イベルセン。頑張って、強くなくねコールキーパーもちょっと補強要素もあるかもしんないね。オッケー、よくやった。お前ら。で、じゃあ、ちょっと時間も使うなんで、今日はこだわりにしようかな。ほんと、し訳一ぐらいやろうと思ってたんだけど。で、ちょっと補強する選手、とりあえず、 多くする場所は決まったね。とりあえずサイド。確かにこう見ると全然ベンチでサイドの選手しかいない。これ、ピカいるのかこれ。いるけど。あ、まあでもいい。苦笑し、いや、これ、マリソンがここのところに入ってるし、ちょっとあんま俺は良くないと思うからレイサー怪我したらの痛いな、やっぱり。こう見ると。 じゃあ、ちょっと、とりあえず、今回は、えー、彼、結構いいのか。彼、ちょっと、あれだな。これ入れた方がいいな。えっ、ー、と、ジョージ。ジョージでフルーツ。あジョージ。なんて読むんだ。わからねえ。<laughs> まあいいや、じゃあ彼、ちょっと、どうしようかな。嫌なっいらん。嫌なっちゅういらんか。注文いらんか。 ねえ、どうしよう。嫌な人いらんか。嫌な人。<laughs> はい。じゃあ、えー、今日はここで終わりです。まあ、次回はちょっと選手にちょっと交渉していったらと思います。ちょっと試合を進めていこうかな。はい。ご視聴ありがとうございました。